モロッコ国鉄 E1100 系電気機関車は、モロッコ国鉄が1977年に導入した、日立製作所製の直流電気機関車である。この項目では、同じく、日立製作所がワンスフ向けに製造した E1200 系電気機関車、E1250 系電気機関車についても解説する。2016年の時点で、ワンスフが所有する総延長3600。 キロメートルの鉄道路線のうちおよそ75%が直流1 5 0 0トで電化されている。これらの電化路線にはフランスからの独立後も含め、長らくフランス国鉄と同系の機関車が導入され、続けていたが、1975年にポーランドパファバグ製の電気機関車 E1000 型が初のフランス以外のメーカーが製造した電気機関車として導入された。しかし、 この機関車は設計上の問題で台車の異常摩耗が頻発するという欠陥を抱えており、既存のフランスアルストム製の車両についても構造上摩耗や油漏れなどの対策に手間が生じていた。そこで1977年から1985年にかけて日本からの遠尺管によって計4 2両が導入されたのが E100 型をはじめとする日立製の電気機関車である。 1>, 1万 9700mm の箱型車体を有し、前面窓の上部は屋根がひさし状に突出している。塗装はクリーム色を基調に赤色の帯を全面、側面に加えており、前面窓周りは茶色で塗られている。長距離運転時の運転室の居住性を考慮し、内部には冷蔵庫やクッキングヒーター、ロッカーなどを搭載している。80両編成。 総重量4800トンの臨港席列車などの大重量貨物列車を牽引するため、再粘着装置を搭載し、粘着性能を向上させている。制御装置は抵抗制御及び弱め開示制御を採用し、下りの勾配区間などで使用する発電ブレーキも備えている。車軸配置は CC 型で、台車はコイルバネを干渉装置として使用している。 製造時の終電装置は、下枠交差型パンタグラフであった。1977年に22両が日本からモロッコへ輸出された。大重量貨物列車用として1982年に5両が輸出された電気機関車。最大15パーミルの勾配や R350 メートルの曲線が連続するシディカセムメクネス間に導入されることを考慮し、 セーリン後の摩耗を軽減するために発電ブレーキを強化し、貨車との間の空気ブレーキの作用頻度を減少させている。また回生ブレーキも装備しておりエネルギー消費の低下も図っている。車体についても E1100 型よりも長い全長 21700mm となり、前面も中央部が突出した形状に変更されている。終電装置についても必死型パンタグラフに、 変更されている。なお、E1100 型も含め、貨物列車用の電気機関車の台車は、東芝製のものを使用している。1984年から1985年に、かけて12両が輸出された、旅客用電気機関車。車体は E1200 型と同型であるものの、塗装が一部異なっており、終電装置もシングルアームパンタグラフに変更されている。 4パーミルの上り勾配で650トンの列車を最高速度時速160キロメートルで牽引可能な性能を有しており、主電動機を台車の梁に固定するリンク式駆動を採用している。また大容量の電気ブレーキを装備し、高速運転時の制動力を確保している。なお、客車の冷暖房用及び機関車自体の補助、電源用として、主電動機に加えて、 容量679馬のインバータによる補助電源装置を備えており、製造当時世界最大のサイリスタ SIV であった。1977年の導入以降、E1100 型をはじめとする、日立製電機機関車は故障の少なさや、性能の高さが評価され、長期にわたって第一線で使用されている。だが、 耐用年数と考えられる30年を超えて、使用された結果老朽化による故障が頻発し、スペアパーツの高騰もしくは製造中止などの問題も生じ始めた。ワンスフの高い維持管理技術力により、車両自体は良好な状態を保っているものの、2013年12月の時点で8両の旧車が発生し、そのうち4両は修理の目途が立たず長期、 急車状態となっていた。さらに旅客用電気機関車である E1250 型については台車の亀裂が多発しており最高速度を下げて運転する状態となっていた。その現状を踏まえ国際協力機構は老朽化した電装機器の最新型への交換 E1250 系の台車交換に伴う貨物用機関車への用途変更などを伴う リニューアルを提案している。なお、E1250 系以降に導入された電気機関車については、フランスアルストム製のものに戻っており、上記の旧車に伴う不足分についても、フランス国鉄からの BB36000 系のリースによって賄われている。ありがとうございます。